はい、どうも、ひろしです。はい、本日はですね、こちらの方とコラボ撮影ということで、西田正樹さんでございます。どうも、西田正樹でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、まさか YouTube で、ね、コラボするとは思わなかったですよね。まさかまさかの。いや、まさかまさか。まあ、西田さんと初めてお会いしたのが3年半前ぐらいですかね。あれそんなもん、はい、風の歌っていう作品で舞台をね、はい、舞台で共演させていただいて、リカネが主役の、はい、そうです、松本リカさんと一緒に、はい、出た作品で、そこで初めてお会いして、その頃は僕も YouTube やってなかったですし、まあ、西田さんも YouTube、ね、まさかやることになるとかっていう感じでしたので、いやー、だってあの頃まだ YouTuber っていうものがさ、なんかこんなに有名というか、そうですね、そんなにいなかったでしょ、はい、いなかったのはあったねんだけど、はい、そうっていう、まあ、感じから今時を経てこうなったということでございまして、まあそんな感じで西田さんと、まあ、いろいろね、その3年半前ぐらいに初めてお会いしてたんで、いろいろね、お仕事とかご一緒させていただいたわけでございますが、最近で言いますとね、多分見ていただいた方結構多いと思うんですけども、舞台「遠山の金さん天下を揺るがす女」でね、ご一緒させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、金さん振り返ってみて、どうでした？どうでした？僕も結構いろいろ視聴者の方とかをお客さん来てくださった方からいろいろ感想を聞いたんですけど、とにかくめちゃくちゃ良かったと。めちゃくちゃ良かったと。僕のその今まで の映画とか舞台とか見てくださって、ずっと見てくださってる方とかから聞いても、多分今までなんか一番良かったっていうふうに。へー、はい、そうなんや。それはね、はい、嬉しい。そうですね、やっぱりそのとにかく役が良かったと。その黒田ヒョウ、いや黒田はね、はい、一番人気ですよ。そうですね、勝谷がやってた龍之介っていう役が、はい、と、まあ、黒田っていう2人の男の子が今回、まあ、メインという感じで、だから龍之介が人気でんのかなと思ったら、みんな黒田の方が人気があったみたいで、いや本当にだからいい役を飾っておいて、ありがとうございますっていう感じなんでございますけれども、金さんの、企画は今回で2回目ということですよね。そう、はい、金さんは舞台でやるのは2回目ですね。で、初演が、いつでしたっけ？2019年、はい、に池袋でやった。はい、うん、はい、それは僕も見させていただいて、あれめっちゃ面白かったんですけど、あれはだから完全に要はオリジナルで作って、要は遠山の金さんが桜吹雪を入れるまでを描いてみて、はい、で今回はもう完全にテレビっぽい感じで、要はもう桜吹雪も入ってて、要は遊び人と無料とっていうのをやった感じかな。天下を揺るがすの女は実際にそのドラマで放送されたんですよね。そう、自分のだから父親である松田さんが2時間スペシャルかなんかでやってたやつの台本を、はい、まあ、手に入れて、それをいろいろとじっくり倒して、はい、脚色いろいろして、舞台やから、結局ドラマと違ってこう、バテンがそんなにないやん。そうですね。だから、舞台っぽくするためにいろいろ台本いじってやったけど、はい、僕はやっぱり今までで一番良かったって結構言ってもらえたので、まあ、すごく嬉しかったなっていうふうに思ったんですけども、そもそも金さんの企画って、まあ、なんで始めようというふうに思ったんですか？その2019年の時に、飲み屋で飲んでる時に、今回その前回も出て今回も出てくれてるのぼるくんっていうのと、僕ともう一人、まあ、共通の知り合いの社長さんがいて、その3人か4人で飲んでる時に、当初はのぼるくんが金さんをやりたいって言ってた。ああ、そうなんですね。そう、のぼるくんは時代劇大好きやから、のぼるくんが金さんをやりたいっていう話になったんやけど、やっぱりのぼるくんは俺じゃ弱いと。うん、やっぱり金さんをやるのはまさきしかおらんよってなって、でその時にいたその社長さんもまさきが金さんやるんやったら面白いし、応援するからやりよって言ってくれて、そこの社長さんたちが、まあ、何本かお金を出してくれて、まあ、2019年にやることができて、はい、だからそれがきっかけかな。でその時はだから俺はお奉行をやりたくないって言ってて、うん、だから完全にオリジナルで、はい、やったって、まあ、きっかけというか、なるんですね。まあ、それで初演やってみて、まあ、どんどんシリーズ化っていって言いますか、やっていこうっていう風になったっていうことですよね。そう、でその2019年の時に、まあ、今回のスポンサーである方が見に来てくれてて、はい、
これはお前やり続けろっていうことで応援ずっとしてあげるからって言ってくれて、なるほどですね、やれることになって、ただまあ俺が今回もそうやけど全部やってるから、はい、1年に1回はしんどいから2年に1回にしようと思って、うん、なるほど、だから2019年やって2021年やって、はい、次は2023年の予定ではありますか、はい、なるほどですね。じゃあもうこれからもどんどん続けていくっていうことですよね。なんだろう、だから最終的には映像化したくて、なるほど、うん、だから最終的にはやっぱりそのちゃんとカツラもかぶって、はい、ちゃんとした地霊劇を、はい、京都の渦政撮影所、うん、東映の渦政撮影所で撮影をして、はい、それをまあドラマなのか映画なのか、はい、V シネなのか、はい、の何のね、はい、その、はい、映像作品になるかわからないけど、はい、まあ、2024年とかにできればいいかな、はい、本当ですか、もう映像でもうやる、そうそうそう、だから映像化するのがゴール、なるほど、かな、あー、ちょっと僕、画前なんかすごい楽しみになってきました。で、2024年ってことは今から3年後ぐらいでしょ、はい、俺が41に、はい、で、要は松方さんが金さんを始めたのって45、6やから、あ、まあ、それよりも前にまあまあちゃんと映像化ができればいいのかなと。いいな、ちょっと、やりたいっす、やりたいっす、のそれのために、まあ、舞台を、はい、やってって、はい、俺の中では5回、はい、5公演ぐらい、はい、舞台をやって映像化したい。ああ、なるほどですね。そうそうそう。ちょっとめちゃくちゃ楽しみなんですけど。それがだからその、ね、ネット配信ドラマなのか、うん、はい、V シネなのか映画なのかわからないけど、映像化するのは最後の夢と。ああ、ぜひぜひいろいろ携わらせてください。ぜひぜひ。何でも、いや、役者でも監督でも脚本でも何でもいいんで、ちょっと見ていけば、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ということで、ね、ちょっと金さんシリーズは今後もね、そういう展望があるということでございますので、皆様ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思うんですけれども、まあ、今ね、その映像の話が出たんですけれどもね、映像といえばですね、私のね、初監督作品である、グレーゾーンですね、そろそろ公開ということでね、西田さんに出ていただいたということでございますけれども、長かったね、公開まで。そう、めちゃめちゃかかりました、本当に。撮ったのが、まあ、2年前ぐらいですね、2019年の夏、夏ですね、8月から9月にかけて、はい、で、公開が2021年の6月。長かったですね、もう俺だってこのままオクラやと思う。僕は、まあ、ワンチャン面白いんじゃないかなって思って、その劇場がやっぱりそのコロナでもろにやっぱりそのスケジュールとかが組めなくなっちゃってとかがあって、それでまあその上映感が、まあ、なかなか決まらなかったんですけども、ようやく、まあ、決まってきたということで、今だから決まってるのが東京と名古屋と大阪と横浜。あ、横浜も決まったね。はい、そうなんだ、今回。まあ、とりあえず、まあ、ちょっと今この動画公開するときにはもちろんもしかしたら増えてるかもしれないですけども、全国で見ていただけるということになりましたので、本当に良かったなっていう感じなんですけども、見てもらわな、やったんじゃないかな。そうですね、そう、まあ、なんとかね、ポシャルことがなく上映できたという話なんですけども、だってあれ、ヒロシ相当だって予算も突っ込んでさ。そうですね、はい、だって総予算いくらやった。8000万です。8000万やな、はい、で全部自分の持ち出したの。そうです、5000万僕のポケットマネー全部突っ込んで、まあ、3000万はちょっと出資してもらったりとかいう感じで、そう、まあ、それも、ね、劇場でかけないとそれ戻ってこないんで、まあ、これ劇場でかけてもだって戻ってくるっていうことはないやと。まあそうですね、まあ、配信をやるんで、まあ、ちょっと時期はもうちょい楽になるんですけれども、まあ、配信もそれも、まあ、再生数に応じて、まあ、バックがある形なんで。でも5000万やね。5000万です、もうそれまでの貯金全部5000万ペイするってさ、どうやってするの。いや、まあ、でももう正直まずは一作品自分の作品をしっかり出さないかっていうのが強くて、やっぱり今までやってきたことっていうのはどうしてもその公共の価格の中でやってた作品だったりしたんで、どうしてもそのやっぱり完全に 100% まあ自分の作りたいものが作れてたわけじゃなかったので、
ので、やっぱり多くの価格から出す作品だったら、多くの価格の教えを宣伝しなきゃいけないとか、競技を入れ込まなきゃいけないとか、そういう制約がかなりあって、そういうことをやると、やっぱりその作品としての質がすごい落ちるんですよね。そうというのが僕は正直全然納得がいってなかったので、まあ、そうは言ったって、これはやっぱり劉邦が出してるんで、やっぱり劉邦が首を縦に振らないと、企画自体がダメになってしまうんで、だから、まあ、泣く泣く、ね、教えを入れ込む。こんな作品を作ってたんですけれども、それを一切しなくて良くなって初めての作品がグレーゾーンなので、まあ、そういった意味でも非常に、まず一度作品絶対に出すっていうのは確固たる意思を持ってやりました。もうどんだけ、まあ、お金を使おうが、めちゃめちゃギャンブルよな。そうですね、ギャンブルですね、まあ、しかもさ、はい、90% 負けるギャンブルよね、うん、まあそうですね、はい、だってその要は突っ込んだお金がさ、まあ出資の分も入れると8000万なんだよ、はい、8000万ペイできると思ってんの。まあそれはこれからの皆様が見てくれるか、どうなの、見てください。だってさ、映画ってさ、まあ、2500円ぐらいじゃなかった、チケットって。いや、1800円か1900円ですね、はい、まあ、2000円として、はい、何万人見たらペイすんの。計算できない。8000万割る2000円4万人やね、4万人が見なあかんねんね、映画館だけやったら。そうですね、だってさ、その例えば今のさ、4万人が見に来て2000円取り分けってあるわけよ、はい、2000円まんま広しに入るわけじゃないの。そうですね、映画館にも取られてとか、なんかその仕組みは分からへんけどあるわけやろ、はい、まあ、でも4万人って今聞いて思ったんですけども、この動画を見てる人が全員見てくれれば多分ペイできるんじゃないかなと思って。ああ、ヒロシチャンネルと、そう、まず再生数とか言ったら、そう、まあ、なんで全員見てください、じゃあ全員見てください、そしたら OK、 結構いける気が してきません。5万人ぐらいいんやろだって今ヒロシチャンネルと、今、この出して動画出してる時分かんないけど、多分まあ今6万人弱ぐらいなんで、そこ全員見たらもうプラスですよね。プラスだな、結構いけるじゃないですか。違う、でもプラスじゃないね、プラスじゃないね。4万人が2000円で8000万円、はい、だから多分まあ1000円ぐらいやろ、広しに入るの、まあ、2000円。そうなりますね、はい、ってことは倍の8万人見なかった。8万人か、でも8万再生、まあでも頑張ればいけるから、もういけるかも。じゃあ違う、再生は簡単やろ。そうだ、動画見てる人が全員見てくれると仮定したらいけんじゃないっていう。見てください、見てください。なんでポジティブ。まあまあ、でもとりあえず一作品、まあ、そのこれが自分の作品ですっていうのがあれば、次以降の作品のやっぱ営業に使えるんで、こういうものを私は作れますっていう話なので、なのでなんで8000万使ってもグレーゾーンをやりたかったかっていうと、今の自分の持てるスキルをその中に全部やっぱり入れ込んだので、だからその結構派手な縦のシンガーだったりとか。でもさ、俺その前も言ったけどさ、はい、例えばやけど8000万なんて予算かけずにさ、はい、単館上映公開してですぐ無理しめ化した方が予算かからへんわけやん、はい、でもどうしてもその映画館にこだわった理由って何なの。まあやっぱりその、まあ僕がもう、まあ、やっぱ人生の一番大事な仕事として、僕がヒロシっていう人間はもう映画監督になったっていうのをしっかりと世の中に打ち出したい。で、まあ、グレーゾーンもなんで選んだかっていうと、まあ、手持ちの台本はもう10本ぐらいありますし、僕はもう脚本結構すぐ書けるんで、2、3日あれば全然2時間ものの1本ぐらい書けるんですけれども、その中でなんでグレーゾーンをやりたかったかっていうと、まずその内容的に、まあ、僕のその幸福度が一切縁を切った、まあ、今の僕の考えというか思想、心情みたいなのをグレーゾーンの中で結構色濃く反映されていると思うので、僕の考え方というか価値観みたいなのはかなり色濃く出ていると思う。それを皆さんに知ってほしかったっていうのがあるのと、あとはその自分の監督としてのスキルとして今これぐらいのものを作れますよっていう、そういうプレゼンテーションをしたかったっていう。だからもちろん予算が少ない、まあ、多分これ、まあ、1000万ぐらい作れるだろうみたいな作品の台本とか持ってるんですけども、でも1作目はグレーゾーンが良かったんです。なんで西野さんと選んで、監督としてどうだった。それがですね、まあ、グレーゾーン、まあ、キャスト、まあ、他のメインキャストの方と思いますけれども、実は西野さん の白川光だけあれだけ当て書きなんですよ。ああ、それは西野さんだけ当て書きです。そう、他のキャストはその台本が先で台本に合わせて選んだんですけど、西野さんだけはもう最初から。そう、なんかそれはね、言ってくれてありがたいなと思って、はい、で、それで実はグレーゾーンの台本を書いたのがご一緒させていただいた風の歌、うん、あれのちょっと後ぐらいなんですよ、実は。時にもう書いてたんですよ、ね。へー。で、ちょっと前にその舞台でご一緒させていただいたことがあって、敵のボス誰がいいかな、敵のボスで、まあ、ヤクザのボスでアクションできる人で、
まあ、悪そうな人。誰が悪そうですか。誰が悪そう。森下さんだなと思って。はい、そうなんだ。そこだけは最初から決めて書いてました。へえ、それはね、嬉しいですね。でも本当に思ったのが、この前の遠山の金さんと、あとこのグレーゾーンで、なんか3人出てるんですよね、そのキャストが。僕と西川さんと石山奈々ちゃん、3人出てるんですけど、全員なんかもう結構真逆の役柄だったのがすごい面白いなと思って。ああ、そのグレーゾーンとはね。はい、僕は金さんの時は、まあ、僕がどっちかっていうとその、まあ、ヒールで、それで、まあ、ちゃんと、まあ、悪くて結構、まあ、できるやつみたいな感じですけど、グレーゾーンはどっちかっていうともうしょぼいっていうかね、しょぼいチンピラみたいな感じだし、マナカちゃんは、まあ、キャラが完全に真逆ですよね。真逆やな。まあ、キーさんの方は大きいのはおしとやかで、で、グレーゾーンの数はもう結構男勝りな感じで完全に逆だし、でも西田さんが多分一番本質的な部分で一番逆ですよね。キーさんはもうやっぱ正義のヒールじゃないですか。で、白川行ったらもう本当ヒールオブヒールっていう感じなんで。ああ、そうだね。一番逆ですよね。ああ、まあまあ、そうなのかな、うん、そう。だから多分金さんを見てくださった方は多分グレーゾーンを見てめちゃめちゃ面白いと思います。本当に 3人とも全然違うんで。ああ、そうね。だからすごく金さんの後にこれ上映するってことになって、すごくだから、ああ、きっとそういった楽しみ方もできるようになったなと思って、良かったなというふうに。良かったなっていうか、たまたまそうです、ね、公開が遅れただけじゃない。本当はグレーゾーンの方が先の予定だったんです。全然お前、グレーゾーンの方が先や言う話だった。いや、本当はその予定だったんです。2020年中にはなんとか言うてた。いや、もう2020年の春にはそれがお前、いや、夏にはそれがあるのか、冬にはなんてお前、いや、2021年の春にはなんてお前、春はって夏やねん。いやー、ちょっとね、そう、それは大変申し訳ございませんでございましたが、はい、まあ、という感じで無事に公開できるという声だったんで、ぜひ皆さん見てください、グレーゾーン。グレーゾーンはさ、はい、舞台挨拶とかすんの？あ、します、はい。どこでするの？まあ、4日、初日は、大塚でやる予定です。ああ、大塚の劇場ね。はい、あとは大阪と名古屋は翌週ぐらいの予定で組んでます。12日中。そうなんや。はい。まあ、ちょっとそれは詳細決まったら、はい、お送りしますが。ぜひぜひ。はい、まあ。っていう感じで、で、ちょっと、そうなんですよね。さっきの話にちょっと戻っちゃうんですけども、まあ、西田さんもそのグレーゾーンで出ていただこうと思った結構すごく重要な話があって、風の歌って一緒にやらせていただいたときに、これもう絶対一生忘れない事件が起きて、覚えてるかわからないですけど、初日で僕セリフ飛ばしちゃったんですよ。舞台の本番で。本番で初日で。そうなったっけ？ありました、ありました。で、その同じシーンで結構大人数出てるシーンで、そのシーンで僕セリフ3個あったんですよ。うん、で、1個目のセリフを言った後に、うん、次に2個目のセリフじゃなくて3個目のセリフを言っちゃったんですよ。あ、間を飛ばしたと。はい、間を飛ばしちゃって、でその僕のセリフがきっかけセリフだったん で、それが僕がそのセリフ言ったら、みんな撤収して次のシーンに転換するっていうあれで、僕がその、セリフ1個飛ばしちゃったせいでめっちゃ速くなっちゃって、で 次のシーンの転換とか扇風機出すとかあるんですよね。あれが間に合わなくなっちゃって、で僕死ぬほど離婚なんですよ。それでうわーってなって、ごめんなさいって思って、結構割ともう死にたいみたいな。そんなことで死にたいと思うなよ。いやいや、そうで思っててめちゃくちゃ落ち込んでたんですよ。そう、みんなに迷惑かけてしまったし。そしたら、まあ、その死にたそうにしている僕を見かねてか、その西田さんが声をかけてくださって、ヒロシ飲みに行くと思い出しました。あー、なんか飲みに行ったな。で、それで2人で飲みに連れて行っていただいて、それで俺もなんかその自分が出てる時、そのモニターでそれ見てた時とかあったよみたいな話とか、そういうこととかを話していただいて、僕はめちゃめちゃ救われたんですよね。あ、そうなんや。その初日に呼んでいただいたので。そうなんや。で、その日はね、結局朝まで飲んで、次の日ね、酒がもうめちゃ残った状態で、ね、やりましたよね。あー、なんかあったな、はい、そんなことも。いや、僕だからもう、あれはもう、風の歌の初日の夜に、飲みに連れてっていただいたこと、僕は一生忘れないです。そうなんや。一生忘れないです。もう、本当に救われたんで。そうなんや。そんなことで死のうと思ったらびっくりやな。そっちの方がびっくりやな。本当にガチ引っ込みしてたんで。そうそう。いや、本当にもうその説は本当に。いや、別になんか大したことはしてないと思いますけども。そう、だから、まあ、グレーゾーンの時に、やっぱ西田さんが、まあ、先にやっぱ浮かんだんですよ。
他の子はどういう風なキャプテンにしたの？他の子は、まあ、キャラクター選考でマラカちゃんが一番最初に決まったのかな。マラカちゃんがその、まあ、社長さん、大本さんのつながりで、うんうん、で、あの、まあ、家族はどうですかっていう、うん、で、まあ、結構目がキリッとしてる感じで、まああのまあ、運動神経もそれなりに、まあ、いい感じだったから、うん、じゃあお願いしますということで、まあ、次にマラカちゃんが決まって、あとは次がかなこかな。あのかなこはそのちょっと前に競泳会という新鮮なミュージカルで一緒になって、うん、で、あのその時かなこがあの初めて舞台自体が初めてっていう感じで、まあ、そもそも作品に出たことが初めて。カナトは上手いのか、はい、そうですよね。そう、僕もそれで共演会館の時に見つけて、あ、これは売れるなって思ったんで。けど舞台は俺は見てない。見たのかな。見てるけど、カナトの印象は俺は正直そうなんやけどなって、まあ、あの大きいやつじゃなかったんで。だけどこの間 のグレーゾーンの試写会というかカンパケを見た時に、はい、カナトは上手い。そうなんですよ、うん、カナトは、まあ、今回のグレーゾーンではすごく上手い。大きい事務所にも入ったしな。そうですね。で、あのティニミューにもね、あの出るっていうことで。ああ、みたいな。はい。まあそんな感じで、多分今後すごい売れていくと思うんで、そう、あ、なんか捕まえといてよかったなと思って。はい。まあそんな、それで、まあ他の方々とかは、あの、なにわさんとかは、もう、あの、それ、なにわさんの西田さんのつながりですよね。そうそう。見た目、とにかくごつい人っていう。ごつくて動ける人っていう。で、まあご紹介いただいて。で、あ、中村ゆうじさんは、その、まなかちゃんと事務所が一緒なんで、まあ、そこで、で、あのアクションできるということで、そうですかね。で、青山さんが最後でした。あの、いすず。あれが一番難しくて、キャスティングで。あれはやっぱりそのキャラクターがハマらないと、あの滑っちゃうんで、まあ、それはここは一番最後まで決まらなくて、でも、はい、で、そこを探して探して、で、それでちょっと繋がりがあって、それであの受けてくださるということになって、そう。青山さんが一番難しかったです、キャスティング。グレーゾーン2はやりたい。やりたいです。やりたいです。でもグレーゾーン2はさ、はい、もうそこまでの予算かけんでいいんちゃう？グレーゾーン2をやるんだったらもっとかけます。もっとかけんの？もっとかけます。もっと構想のシーンとかもっと大人数でやりたいんです。そう、はい、じゃあその8000万以上の予算を、億以上は絶対かかる。マジで？いや、万より通がしょぼくなっちゃったらそれはもう調子抜けなんで。あ、そう。でもゆくゆくは、うん、もう可能だったらもう海外ロケとかもやりたいです。グレーゾーンで。グレーゾーンは一応もう頭の中に全部構想ができるんですけど、まあ、5まであって、シーズン5まで、もうそれは作れ、予算が集まればっていう感じなんですけど、予算さえ集まれば作れるんで、もう全部台本ができるんで。へえ、やりたい。シーズン5まで。目標シーズン5までですって。やりたいです。もっとやらなかい、クラウドファンディングとか。いや、まああとは稼ぐ。ポストクラブで。ポストクラブで稼ぐ。そう、自分が稼ぐ。そして、ね、その応援してくださる方に出会えるということで、目指して頑張りたいかなというふうに思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしく。まあそんな感じでね、まあ、西田さんとのコラボということで、まあ、舞台の小山の金さんと、あとグレーゾーンについて、いろいろ話してみました。これね、動画上がってる時、グレーゾーン公開直前だと思いますので、ぜひぜひ、8万人以上の方にね、ぜひ見ていただけるようにお願いします。ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、そんな感じで、ね、西田さんのチャンネルの方でもコラボ動画上がっております。概要欄にリンクが貼っておりますので、そちらから見ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日からうちで働いてもらうから。結構いい男ね。ポポ助けて。内部の協力者として捜査に携わっていただきます。3人のいずれかが殺害に関わっていると。チュリース。ガキは下がってろ。お悔やみ申し上げます。我が黒崎家に代々伝わる秘宝、玉手箱を与える。巨額の金銀財宝、もしくはもっと恐ろしい価値を持つ何か。父はこう言った。グレーゾーンで稼げと。グレーゾーン。体中の血が煮えたぎるのを感じたよ。見かけ倒しだな。ここは黒崎の島だ。8秒きっかりで仕留めてやる。美鈴はこれでも極道の娘。なめんなよ。知るか黒崎。
ってくれよ。